はい、ハロフジと申します。昨夜お楽しみでしたね。パート2やっていきたいと思います。よーし、部屋ね、3個になりまして、収益数も上がったでしょう。あれ戻れねえよし、開始だ。7日目。これまあ放っとくと満室になるんですけど、なんて言うんだろうな、部屋のサービスで一応儲けれるんだよね。ほらほら、2か。お、2。あいつパン欲しがるな。お、2 でまあこれまあ放っといて、まあ1日あたりの収益数でも増やそうかな。パンしかないんだな。ゆくゆくはパン以外、あ、2かな。今のは部屋の掃除だね。2か。何やっても2か。じゃあまあいい。みんな、夕ご飯はいいのかい？何時まで？何時までなんだろう。あ、7時までか。サービス20ゴールド。女の人は、まあ最後だね。勇者、ここの村人はみんないい人たちだったな。もう黄昏れてる。ガンをつけますか。どういうこと？勘弁してください。あれ僧侶じゃないの？あの頭さ、僧侶っぽいけど、チッチってのはなんだろうな。お、勇者、こちょこちょ。キャ、何するんですか勇者さん。お、こちょこちょこちょ。キャ、もう宿屋さんに着けますよ。くく、うせせや。ね、寝てる？なんだあいつ。いちゃいちゃしやがって。きたね。部屋きたね。あのソウル風のやつめっちゃ汚ねえな。いらっしゃいませーす。満室でーす。あれ、月で早々汚しやがったな。よしよし、みんなもっといいよ。サービス使おう。もうほんとみんないいよ。同時に使おう。1分に1回使っていいよ。あ、昼ご飯いらないの？お、昼ご飯ね。パンか。お、昼ご飯ね。おやつかな？夜って大概、あ、したした。あ、いいね。こっちの方がやっぱお金増えんな。もうないか。もうないな。8日目終わり。サービス18ゴールド。あの右上のやつリア充だな。読書中。驚かせますか？はい。あ？ギロリ。ヒーって。スライムって蒸発しないのだろうか。考え事してんな。ちなんで RPG ゲームに生まれちまったんだ。女の子、本当だよね。勇者くんはアクションゲームの方が絶対上手いのにね。RPG ってめんどくさいんだよな。戦いも攻撃ボタンの連打だし、ほんと嫌になっちゃうよね。愚痴ってる。愚痴ってやがる。次、1260かかんの？あ、でもあのゴールドタイムがね、多分来るっしょ。あ、多分5日ごとに来ると思うんだよな。スキップしよう。やっぱサービスは自動ではもらえないんだな。珍しい。足がジンジンする。手当てしますか？お。あ、これでお金もらえるね。あ、ありがとうございます。助かります。22。おぉ。明日は目指せモンスター討伐100匹。頑張って。強くてかっこよくて頼りになる勇者様。わはは、何かね？あ、1万ゴールドちょうだい、ダメ。あのくだりは前聞いてる。あれだね、なんて言うんだろうな。盗み聞きにもパーセントがあるんだな。
100% にすると全クリかな。あ、ゴールドデーじゃないんだ。あ、曜日かな。飛ばしてみよう。10日目終わり。わー、全員連れ込んでる。明日どこに行く？どこでもいいよ。じゃあセロリの塔に行こう。そこはいや。で、ブロッコリー港は、ん、そこ以外なら何でもいい。前聞いたね。あー、これも聞いたよ。やっぱ部屋増やさないとな。ん？今度お家に行ってもいい？あー、いいよ。じゃあご飯作ってあげるね。いや、あ、ありがとう。腕にルーかけて作るわ。今度は変な食材を入れられませんように。なるほど。ん？あ、ゴールドデイって、あ、日曜日がゴールドデイか。なるほど。お前らチェックアウトくらい待っとけや。よし。ゴールドデイ楽しみだな。3。まずこいつから行くか。簡単にお金が手に入る方法ある？はい。それではなぜ宿をやっているのですか？そうですね。あー、またあいつか。やだ、枝っけ？枝毛見つけちゃった。ショック。いつもお手入れしてるんだけどな。そうなんだ。また髪の話してる。お前もあるけどな、髪は。そういえば最近さ、ピクッ。季節の変わり目って感じよね。ほ、よかった。薄毛のことバレてない。なんだか急に寒くなってきたね。そうだね、寒いね。頭が。よし、ゴールドデイ。ビップデイか。本日はビップデイです。ビップデイってサービスの値段も上がると思うんだよな。ほっとこ。ほら、10倍になっても。もっといいよ。パンめっちゃあるよ、もう。倉庫に6000個くらいあるよ。いいの？あ、お昼ご飯待ちか。掃除ね。いよいよ、パンどんどん。パンいいよ。お、パンいいよ。あの左の部屋の人何もしんな。余裕どん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 頼んで。パンか。パンしかないな。お、パンどんどん来いよ。左の人ちょっとお金ないのかな。なんか一個は頼もうぜ。お、掃除ね。あ、パンね。お、いいね。1000超えたよ。足んねえんだよな。200欲しいなと。ちょっと待って、なんか。あれあれ、アプリか。大量のアプリが。こいつはなんかあんの？あ、歯磨きしてない。へぇ。あー、明日天気になーれ。首吊り人形。これで雨が降らなくなる様子に逃げられないます。オッケー。誰かが覗いていそうで気になる。うん。そうであるな。ちょっとお部屋数増やしたいな。飛ばすか。あ、俺さっきこれ押したの。ぐすんぐすん。ハンカチ。あ、ありがとうございます。頑張って魔を通します。これ少しですが、ほんの気持ちです。7、おぉ。タンスで開けてもいいのかな。なむやむ。あ、枝毛ね。そうだね、寒いね、頭が。あ、あの、金髪の勇者は頭がハゲてんだな。よし。私は勇者、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 勇者。
あ、下に書いてあるんじゃん。盗み聞きコンプリート率って言ってない。腰が痛い。年のせいかな。今 13.5% だね。この背中の傷、君だけに見せるよ。これどうしたの？無理に話さなくていいんだよ。この前モンスターと戦った後、背中の鞘にうまく剣が入らなくてついた傷なんだ。そう、ドジっ子なんだね。言うなよ。モンスターのせいにしようよ、そこは。まだ無理だな。サービス料で行きたいけど、そんなサービス頼まねえもん、こいつら。60か。1日45だもんな。もうちょい。せめて今日中に1200行きたいな。あと4回サービス。OK。あと2回。あと2回 ?3 回か。あ、お掃除1円なのかな。えんじゃん。ゴールドか。維持ゴールドかな。あ、2か。パンも2か。あー。まあいい、あと1回。もういい。もういい。羊が1匹、羊が2匹。羊が3匹レオさん、3匹も飼っているのですか？ぜひ育てるコツを教えてください。あ、ガチな方向ね。右下見て。は？はい。何にもないよ。そう怒らないで。うん。うん、悩むな。悩みを聞いてあげますか。はい。あの、いやー、モンスターをどれくらい倒そうかと、わはは。そうですか。よし、今日中にもう一部屋作ろう。15。あと14か。あ、7回サービスすればいいんだな。はいはい、どんどん来い。ランク F っていうのが気になるな。お、パンよパン。倉庫に腐ったのが5000個くらいあるからね。よし、あとちょい。あと3、あと3。あと2か。あと2回だ、あと2回。あと1回。よし。増設。あ、いらなかったな。よーし。4部屋目。あ、まだ作れんじゃん。まだ作れんな。ルールルーって。ん？謎の会話。なんで私だけ力の種がもらえないんだ？これはゲームなんだ。気楽に頑張ろう。で？ねえねえ、どうしたの？私のことは好きだよね。当たり前さ、もう君のことしか考えられないくらい好きさ。本当に？絶対？本当さ。じゃ、これから私以外の女とおしゃべりしないで見るのもダメだから。裏切ったらマジ許さない。ひぃ。なんてやつだ。お、VIP で、あ、そっか、もうじきだね。VIP でカモン。4部屋あるよ。4部屋だから、大、すげえ、いいよね。雑だな。4部屋あると、まあ、600だよね。単純に。単純に600で、まあ、パンとかで、巻き返せるな。サービスの質上がんないのかな？あ、そうだったな。確かね、あるんだよな。これかな？人を雇うか。1260か。じゃ次一旦人雇ってみよう。よしよせー、よしよせせるオッケー。あ、VIP デーにズームかけよう。お、50人。あ、500G もらった。やったね。やったね。
出てけ、貧乏人だもん。よしよし。ランク F ってのが気になる。あ、リフォームってあんじゃん。ちょ、待って。とりあえず、これ終わったら、見よう。ピップー。おいおい、もっと頼んで。足んないよ。もっともっといいぞ。もっといいぞ。どんどん来い。お、パン、パンいいよ。お、掃除いいね。おぉ、4部屋やるとやっぱ違うな。人雇えるんじゃねえもん。人雇っ、多分ね、これ、リフォームしてあげると、増えるんだよな。だから人雇うのまだいいだろう。よし。終わった。人連れ込むんだ、あいつ。ね、眠れない。話を、話しかけますか。あーいやー。コミショか。お母ちゃん。見て見ぬふりをしますか。はい。あー、むねむぐー。腰が痛い、年のせいかな。そうだな。ふふふ、寝ちゃってる。不幸、すーすー。ママ、おにぎり作って。ドン引きされてんじゃん。リフォーム。あ、安い。こんなことできたんだ。今さら。宿泊料の底上げしたいな。1500あると、これ、神秘的な部屋にできる。だいぶ上がんな。で、ここを、まあ、ちょっとずつ上げて、お話の質をちょっとずつ上げよう。お金はまだ危ない。あれな。ちょ、これでいろんなランクに対応してるでしょ。そういう意味はあるかわかんないけど。よし。じゃあ今回ここまでにしたいと思います。次回。進化した。部屋がね。次回からすげえお金一気に増えんな。よし。